とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もですね、2つ、良品が出るまでやめられません。やっていこうと思います。昨日がかなりの時間が使っちゃったので、今日は、それ以下で、なんとか、いけるように、したいと思います。まあ、いけるようにっていうか、運なんだけどね。まあ、とにかく、2つ、使えそうなやつが出るまで、やり続けてみます。ちなみに昨日が、覆われた怒り、そして、スパイダーアーマー、その2つが、出てます。さあ、今日は、どんな装備に巡り会えるのでしょうか。まあ、とりあえずね、1周目だけ、ボス倒します。あとは、こっちの方で周回しますので、よろしくお願いします。周回は、6階からのショートカットを使って、だいたい1周10分ぐらいかな。10分かからないぐらいで、いけてると思います。では、1周目。ここで一発目で出ればいいんだからね。一発目で出れば、あとが楽。微妙だな。ピグリンの誇りで、ダイナモ貫通だったら、まあちょっと使ってみたいなとは思うかな。達人いらない。ダイヤモンドいらない。ピグリンどうだ？何にもついてないね。これはもう売りましょう。もうアイテムもいっぱいなんで。では、2つ、何時間で出るんでしょうか。やってきます。いやー、惜しいなー。これも惜しいし、こっちも惜しいんだよなー。黄金で重力ついてるし、めちゃくちゃいいんだけどね。右から旋風衝撃波でしょ。で、球根じゃなくてさ、流れ込む魂でしょ。ちょっと一個重要なのが抜けてる。惜しいなー。これはギリギリありじゃないですか。ギリギリ。うん。まあまあ、クールダウンもともとついてるじゃないですか。で、左側がシナジーだね。で、真ん中を、防護、もしくは雷フォーカス、いけるよね。で、一番右に、タムルビー入れとけば、回避でぴょんぴょんした時に出てくるから、いいかな。ギリありでしょ。やっぱり、カバンビルドで、シナジーがついてると、だいぶ強いから、まあ、ありかな。うん。まあ、黄金スキルで、おまけで、臆病がついてんだけどね。これは本当におまけ程度、だと思うけども、これはありでしょ。うん。とりあえず、1個目、これ、ゲットします。今日は物は出るね。物は出る。特に、フロストサイズ、冬の指先。この2種類よく出る。フロストサイズはもうね、4本目ぐらいだもんね。冬の指先これ3本目ですよ。でも、エンチャが良くないんだよね。今一つなんだよな。惜しい。でもなんかこの後出るような気もする。これは、微妙なラインだな。これがね、監修じゃなくってフロストサイスだったらよかったんだけど、監修なんだよな。もう実際ね、1個目が出て、2個目が全く出ず、2日目に入ってます。これ妥協してよしとするか。いやいや、監修はさすがに妥協はしないぞ。まあ、取っておいてもいいけど、ダメだ。もう一個なんか出さないとちょっとダメ。もうちょっと頑張ります。よかった。やっと出ました。やっとだよ。多分、1回目、2回目合わせて、6時間ぐらい。そんぐらいかかったね。いや、今回全然出なかった。地獄だった。とりあえず、トゥルバドゥールだね。クールダウン入ってるから、これは正解だよね。
これは OK。で、さらにこっち、ソウルダンサーのローブも、クールダウン、入ってるのよ。で、ソウルダンサーのローブは、アーティファクトのダメージ 50% が入って、回避まで入ってる。これは、輝くローブよりも、カバンビルドであれば、上かな？こっちの方が使いやすい。んだよ。回収する魂も 50% なんで、流れ込む魂で回復もね、促されるんで、いい感じなんだよな。で、真ん中がクールダウン、右が雷フォーカス。で、左がちょっと微妙なんだよな。ソウルフォーカスとか、いまいち使わないしね。ビーストボスか、まあ、黄金で、これか、リスポーンの時に HP ブースト。悩む。で、こっちトゥルバドゥール。黄金でポーションバリア1なのよね。3秒間。でもまあまあ3秒でも、ほぼ無敵になればかなり強いからね。で、真ん中クールダウン。右が、まあ、防護かな？これだったら。で、左がまた微妙。どうしたもんかね。まあ、総合的に見て、多分、ソウルダンサーのローブの方が、上だと思う。ただ、トゥルバドゥールは、まだね、263持ってないんだよね。でも、持ってたとしても、使わないか。使わんよね。元々のスキルが、俺そんなにね、強いとは思ってないので、ならもうこっちでしょ。ソウルダンサーのローブ。まあ、一個持ってるけども、誰かにね、配る用で持っててもいいし、もうこれにしましょう。もう終わりにしよう今日は。ということで、二つ目、ソウルダンサーのローブです。はい、ということで、今日もやってみました。二ついいものが出るまでやめられません。地獄のような企画でしたね。これが出ました。まず、輝くローブだね。もともとクールダウン入ってて、厳選しやすいんだよね。で、雷フォーカスとシナジー、ヘルスシナジーか。これが入ってるんで、回復も抜群にできる。で、タンブルビー入ってるから、これがね、盾となってくれるんで、結構使いやすいかなと思います。で、まあまあ、監視のサイスは、一応ね、使いやすいよ。流れ込む魂と、雷、クリティカル、衝撃波、まあまあ選べる。輝きでもいいしね。ただ、チェーンが俺あんま好きじゃないんで、使うことはないかもしんないな。で、最後に出たソウルダンサーのローブです。ここはクールダウンと雷フォーカス。で、ここがちょっと微妙なところだけどね。でもまあ、カバンをやるにあたっては、全然強い。どっちかというと、輝くローブよりも、ソウルダンサーの方が、生存率も高いし、使いやすいと思う。まあ、ダメージはね、変わらないんだけどね。生存率としては、こっちの方が、30% 回避がついてるので、強いです。回収する魂 50% で、HP もね、よく回復するし、いいんだよな。まあ、とりあえず、輝くローブ、ソウルダンサーのローブ、出ました。これはおまけです。はい。ということで、またやるかはちょっと微妙です。地獄を見たからね。では、まあ、多分、やるかもしれません。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。